さあ4月の第2週の金曜日19時回りました。この回も張り切ってまいりましょう。麻雀ファイト一発ということで、MC の西村茂です。はい、講師の黒井貴和です。アシスタント小栗優香です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、だいぶあれですか、花粉も落ち着いてきましたか。そうですね、4月ももう2週ですから。はい、あの黒井くんが、僕この間見に行かせていただいたんですけど、舞台、はい、初舞台ですよね。そうですね、新宿銀次であの初舞台を踏ませていただきました。そうです。どうですか、あの役者としてあの板の上に立つっていうのは。すっごくね、もう楽しかったです。あ、もうそれはよかったね。はい、やっぱ最初の方はね、もう、うん、あの緊張もしたんですよ、やっぱり、はい、でもね、ぶつかったと楽しみすぎて、むしゃぶりっていう感じの。あ、でも僕はあのその人形物みたいな感じの舞台で初めて見たんですけど、はい、割と黒井くんはね、この独特のキャラクター、はい、独特の喋り方そのままの黒井くんで、いいですね、当て書きのような。本当そうそう、めちゃめちゃハマってたんだね。はい、ああ、よかったですね。なんかトラブルが。はい、そうなんですよ。うん、あの実はですね、あのその中にですね、ちょっとね、あの途中あの心的に殴られるシーンがあったんですけど、黒井くんがね、はい、うん、あの本当に当たっちゃいまして、わ、あの前歯折れちゃったんですよ。やだ今だから前歯あれっつって言ってたら、舞台の本番中にいまだに劇場に落ちてんじゃない。いや、ね、回収しました、それは。あ、回収したんだ。もう、あの歯飛んだのが分かったんで、うん、飛んだ瞬間にもう回収だけして、とりあえずその後にそのまま演技続けて、うん、唇切ってんで、そこから出血してるんで、もうダッシュでもあの安定した瞬間に下降りて、歯医者行って、歯医者行きませんでした。歯医者行きませんでした。さすがにね、あの今すぐ病院行くなって言われたんですけど、うん、大丈夫です、あの影響はありませんから、ただちょっと止血だけさせてくださいって言って、それだけで終わりました。あ、止血はできたんだね。だから僕3公演見に行った時、一番最後の公演をね見に行ったんで、もうすでに歯がない状態だったんだね。そうです、はい、大丈夫、演出の人に怒られなかった、お前歯ある役だろうがって。いや、それはないですよ。セリフであれ、お前歯はどうしたって重ねてませんでした。久しぶりだな、あれ、そんな気の利いたことはされてなかったですね。さすがにね、もともとないキャラとして、として、ね、いや、まあ話の銀次として、はい、僕が見に行ったとこはそうでしたね。最悪ね、なくてもどうにかなる役ですからね、はい、そこは。すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。ただあのメールが届いてるそうで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。マージャンフライト一発の皆さん、はい、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。以前小栗さんに番組で動物のパペットをやっていただいたんですが、うん、ましたね、少しイメージと違ったので。正式に謝罪だ、それは。正式に謝罪だよ。あれ、おかしいな、声が遅れて聞こえてきちゃう。あれだと思ってましたね。カエルくん、シくんみたいなやつね。少しイメージと違ったので、はい、お写真をお送りします。できれば写真のようなパペットを小栗さんにやってほしいです、はい、お願いしますということで、このカメラ切り替えれますか。じゃあこのカメラに見せていただいて、裏だな、裏だ な, な, です、ね、裏だな写真が。このような、いや特殊やろ、見たことないよ、これ。このようなパペットない、このようなパペットないです。これ手入るの、これもうパンパンになってるの。入るんじゃないですか、だから内臓のところをクショクショ。また抜き出してるやん、お尻から入れて。これでやってほしいな。なるほど、ちょっと延長で探して、お断りします。というわけでね、本日もゲストの方がいらっしゃっているということですね。小栗さん、そうです、はい、お呼びしましょう。漫才練習中の東さんです。お願いします、はい、やっぱり漫才練習中で紹介されるとすごい入りづらい。漫才練習中の人や、漫才練習中の人、漫才練習中の人ですよね。練習中の人なんですよ、はい、なんかめっちゃ元気で、ちょっと前に合流させてもらって、はい、こう夜話させてもらった時、みんな静かめやったので、はい、そんなこと言う、そんなことない、言うからあかんやつ。いや、なんか3割増しぐらいで始まるから。で、なんか人前に出るときって、うん、スタートからいることが多いんですよ。はいはいはい、途中から入るのめっちゃ緊張すると思って。俺はもう完全にオンオフでやってますからね。なんか蛍光灯の壁のスイッチぐらいパチって言いますから。なんかビジネスやってんなと思って。そう、全然番組中にこうラジエーターのように温まっていくタイプじゃないね。パチッ、あ、こうやるんやって思って、はい、ただ、ね、あの打ち上げが一番マックスで盛り上がるんで。あ、そのピーク持っていくためにね、マナーするんですもんね、今7割ぐらいで。いや、本当にね、僕相方のあの中北秀樹こと、パカ君、はい、あ、パカ君こと中北秀樹とかあるんですけど、はよくね、舞台に
出てもらったりして、ウィークリーエコミで欠かせない役者さんですもんね。そうなんですよ。で、そのね、漫才も、まあ、最後にまた告知していただきますと、単独ライブも今度控えてたりとか、はい、もうすぐですよね。そうだね、来週ここで打ってる場合じゃん。忙しい中ね、だからネタ書く時間を割いてここまで。ありがとうございます、本当に。ちょっとあの、こちらこそありがとうございます。お願いします、本番うまくいかなかったらここのせいにしないでください。はい、はい、じゃあ早速対局していくと、今日はまた特殊なルールがちょっとあるそうで、はい、本日はですね、はい、ですね、東さんはですね、あの、しっかりと打てる方ということで、そうですね、誰しも、あ、最低限ね、最低限打てる方ですので、はい、あの、全員フラットな状態で同じルールでします。ハンデなし。今回はリアンハン縛りとかありましたけども、あの、川崎のリアンハン縛り、ありありリアンハン縛りとかやってましたけど、はい、今回は全員イーハン縛り、ありありです。はい、で、特殊ルールとしてはですけれども、中に赤が2枚入ってます。はい。はい、はい、この2枚の赤はですね、なんと役牌です。赤ウーピンですね。そう、はい、赤っていう役になります。それがそれだけで上がれます。珍しいっすよね。やったことないです。全然タイヤオとかなくても赤ウーピン持ってるだけで、はい、いけるんじゃないですか、ね、うん、あの栄っていう全国チェーンの雀荘さんあるんですけど、はい、 あそこがですね、実はあの赤麻雀の元祖なんですよ、うん、へえ。で、あそこが赤を採用して、うん、今でもなんですけど赤ウーピンのみで上がれるっていうルールを採用してます。それは聞いたことないですね。で、僕今やってるのは新橋 あのリーチっていう雀荘があるんですけど、うん、新橋のリーチっていう雀荘さんが採用してるルールに一番近いものになってます。ああ、なるほどね。じゃあ今日はそのルールでちょっとやっていくということで、はい、事前に、バギメをしておりますので、はい、じゃあ皆さん席について早速対局開始しましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。メールありがとうございます。ありがとうございます。改めまして、はい、じゃあ親はさっき東さん東を引いてたんで親ということでいいのかな。はい、そうしましょうか。はい、あ、はい、わかりました。ではまず、はい、俺いつもマックスって呼んでる。マックスになっちゃうと思うんですけど、私もいつもマックスって呼んでるんで、はい、あ、嘘。あ、嘘。嘘。じゃあ、東さんって言われますね。確かに、東さん。マックスからじゃあ、はい、サイコロを振っていただいて、対局始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、ごめんなさい。あの、今回、これ二度振りでやりますので。はい、わかりました。ね、では、まず一度目。一度目。はい。三と三からの、八、十一。ということは、自分の十一、四つ残してですね。あ、ここで、ここからですね。はい、ここからですね。はい、そこの4個を取っていただくと。あ、そこ取ればいい。で、はい、では行きましょう。はい。反対、反対、反対。嘘でしょ。おい、1年やっとんねん、この番組。おい。これはびっくりだな。怖い。マックス、怖い。いや、僕何も言ってない。コメントいただいてます。はい、ありがとうございます。ジュンさんから。ジュンさん、ありがとうございます。え、黒井さんの歯がっていう。いや、本当ですよね。黒井さんにも歯が舞台に立つと歯が抜ける説。で、ちょん、メモ。ちょんと。歯が抜ける説。人形者に、まあ、確かにあってもおかしくないトラブルではあるけど。あ、とりあえずねさん、赤運送や赤ウーマンでは上がれないのですかということで問い合わせいただいてます。はい、今回はですね、赤ウーピン2枚のみ赤となっておりますので。それのみが入ってるってことですね。マンズとソーズは赤が入っておりません。はい、ということでございます。今回期間限ってはね。はい、そうですね。入ってる場合はそれでも上がれるってことですか？上がれません。え？上がれないルールが大半ですね。ウーピンに限るってことですか？ウーピンに限ります。赤ウマ、赤ウソ入ってても。入っててもです。あの、さっきあの出した栄さんに関しましては、はい、赤ウーピンと、各1枚ずつ入っているところと、はい、ウーピンのみ2枚入っているところとあったりするんですけど、はい、そこに関しては、赤ウーピンのみでしか、はい、採用してません。なるほど。ちょっと猫がおるな。すみません。北千住に猫がおるな。すみません、すみません。スペキャがおるか。ということです。はい。コメント嬉しいです。ありがとうございます。マックスは結構久しぶりの麻雀ということですね。じゃあ。そう、ネット麻雀ばっかり。何玉を打ってるんですか。ジャン玉しか打ってない。ジャン玉オンリー。何玉打ってるんですか。何玉って。もう 10年ぶり、多分。あ、もう実際に打つのは。実際に打つのは。へえ、そんなになんですね。ネット麻雀は昨日もやってたぐらい。いいですね。それリアルにジャン玉なんですか。
ジャンタマ、そう。あ、俺もジャンタマ。あの前回だから2週間前の放送で、はい、それまでずっとマージャンファイトクラブっていう方をやってたんだけど、うんうん、ついに僕乗り換えますってジャンタマに乗り換えて、はい、今ねやっと金のままで、はい、ジャンケツ。ジャンケツ、はいはいはい。今どこまで行きました？あ、でもまだ銀。あ、え、最近ジャンタマ。最近、あ、だから昔やってたんやけど、うん、なんか一時期やってなくて、最近またこう新しくアカウント作って。なるほどです。マックス2号。マックス2号。2号って言っていいんか分からんけど。マックス2っていうアカウントで。どうやってやったんやちょっと待って。そんな安直じゃない。まあまあありそうなボケやめてくれるけど。いや、なんかあのスタートはそれぐらいがいいなと思って。あ、ね、徐々に。徐々にね。徐々に。もうびっくりしてたんだから、俺らがオープニングで急に声張るから。え、東さんは好きな役とかあるんですか？わあ、わからん、どうやろう、リーチ。いいですね。いいね、現実。私もです。ダメっつ。なんだそんな軽い感じ。だってリーチには夢があるじゃないですか。リーチ夢がある。リーチした途端に、もういくらでも何点でももらえる可能性が。それが裏ドラに期待を寄せすぎでしょ。なんでやねん。いや、あの仮にだからあの裏ドラがあったとしてもですけど、はい、あの缶が入ってない状態で裏3までしかないですから、裏4までしかないですからね。確かに、まあ、リーチのみだったら満貫にしかならない。夢とは言っても限度があるけどね。一発つもも、一発つもやってもなんとか跳ね番にしかならないっていうね。確かにね。何ですかこれ。こちらの方はテンションが、ね、高くなっている時に番組内の問題をあのゲストの方に相談するのやめてもらって、あ、乗っからなくていいのか。僕も今のもう全然突っ込んでもらっていいのか。もともと突っ込みでらっしゃるんですよね。もともと突っ込み、あ、もともとはボケも突っ込みもしないんですけど。しないですか。家族内ではどういう立ち位置なんですか。おしゃべり。おお、なるほどね。家族全員しゃべりじゃないんですね。なんかたまに実家に帰ると僕が一番しゃべってる気がするから、はい、みんなより僕の方がおしゃべりなんかなっていう感じで、そんな中リーチガチャ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 してる。なるほど、うん、そんな中あれですけども、あの、はい、最下位になると踊るという、あらやだ、ああ、さあ2件リーチ入りました。へぇー、やりお、あ、一発2人の一発が消えました。こうしてこうだ。吐く。おお、二軒リーチ入りましたね。誰が勝つんですかね。俺かな。うるさ。失礼します。私。あの、あ、見ていいですね。大丈夫ですよ。はい。いったな。やったー。チーピン取りました。ラララ。チーピン。おらら。ロンです。ああ、ゲスト強し。はい、てんちゃんの3万。リーチのミス。リーチのミス。リーチのミス。はい、正解です。それでは、小栗さんが今、踊る確率が。いや、2000点欲しいですね。できれば。小栗さん、喋ってるんで、終わってからボケてもらっていいですか。かぶっちゃって、どっちも死ぬんで。やだー。もうすぐ1周年です。私は東さんのダンスが見たいですと、メッセージなコメントいただきました。誰だ、ジュンさん、私も、私も東さんのダンス見たい。ただね、本当にそうなんですよ。あのゲストの方にやっぱね、踊ってもらいたいんですよ、できれば。だからね、はい、ダンスが得意と言ってますけど。さっきダンス踊らん言うたよ。あの収録の前に。嘘情報。エグザイル大好きなんでしたっけ。エグザイル、はい、あ、17、はい。エグザイル。エグザイル。なんか踊るとか歌うとかはいまいちですね。はい、おお。じゃあエグザイルの中で一番好きなのは何なんですか？ないのよ。ないのよ。じゃない。ないのよ、失礼か。あ、皆さん素敵な方で。ないのよって言ったから。ないのよじゃないよ。これインタビュアーがボケ出したら終わりよ。もうそれは。さあ、親が回りまして。これが回りますね。これは連続だ。親連だ。親連にしますか。そうだね。ね、あの選択選択選択しています。そうですね。すみません。あ、オロチじゃないよさん。東さんの一人エグザイルが見たいです。俺も。一人エグザイルってないのよ。十二。リリ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 二度振りで、あの、まず7ですね。で、5、5出ましたから10ですよね。7、8、9、10、11、12、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない、それが全然一番最初にまず7だから。
7が決まります。でその後に国から決まって、国からさらにあの7から どこまで取るかっていうのを決めます。さっきもそのルールになってて何の違和感もなかったわ。はい、ちょっと問11でどこから。ここからここです、ね。はい。もう全部言われた通りにやります。そうね、私も言われた通りにやります。ルールが分かんないです。分からない。ちょっとややこしいな。これがね、手積み特有なんですよ。じゃあさっき問11でこっちやってたと思う。いや、問11じゃなくて。問11じゃなくて。自重1ですね、だから。仲良くしてよ、私のために喧嘩しないで。ちょっとアシスタントって何なの。ちょっとすいません。ちょんですね。さあ。はい。でも、この番組いつも楽しい感じでやってますもんね。楽しい感じって何ですか。楽しいでいいじゃないですか。楽しい。多分日本語下手みたいですね。そんなわけない。そんなことない。楽しい感じで。一語一個同じこと言いました。楽しい感じでやっときましょう。楽しい感じでね。でもともとは本当に路上で漫才をやってたんですよね。そうなんですよ。あの、なんか人集めてやると緊張するから、うん、路上でやってで、はい、練習中なんですっていう言い訳があれば恥ずかしくないなと思って、はいはい、だ俺もお笑いに憧れてネタライブをやることを一人芝居って言って受けなくても大丈夫なようにしてるみたいなことですね。私が毎日、うん、毎日 YouTube 上げるときにギター初心者っていうのを必ずつけてるみたいな感じですそれは本当に初心者やんか。本当ですか。同じ。それは全然違うよ。本当はギタリストって名乗ってもいいのに名乗らずちゃんと初心者ってね。そう、うん、初心者ってでも自分でハードル下げるんがある方がいろいろ試しやすいかなっていう。確かにね。ちなみにあの小栗さんのギターはあのギター弾けるあの西村さんから見てどうですか。いや、やっぱね、普通に弾き語りをする人でもあんなにやっぱ笑いは取れないですよ。, 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 ,
言うんですけど、あんな弾き語りって面白くなるんだっていう。ライバルだと思ってないんじゃないですか。あ、もう違うジャンルだから。ってシャンソンとカンフーぐらい違うジャンルだから。シャンソンとカンフー全然違う。ね、だから僕が前にカレー屋の店長をやってたんですよ。カレー大使館。カレー大使館という、はい、でそこに初めて屋根があるところで漫才練習が漫才をしに来てくれたんです。漫才本番用。いや、まあ本番用だけど、ね、コンビはね漫才練習中としてね。でその時にめちゃくちゃお客さん呼んでくれた。大事です。そうや。ね、なんか初めて出るからそういうライブに、はい、なんか自分たちのお客さんいっぱいおる方がやりやすいなと思って呼びまくったら。うんね、なんかそのほぼホームみたいな感じに、いやもう漫才練習中のお客さんしかいなかった。それすごいですね。基本芸人さんってやっぱもう出番が毎日のようにやってるから、うん、本当にねよっぽどお客さん持ってる人ってのは珍しいんで、うん、すごいあれはね。ですぐにもう漫才練習中にもう単独ライブやりませんか、うん、うちでって言わせていただいて、あれのおかげで、うん、調子乗ってその後もなんか単独というか、そうだよね、すごい広いところで単独ライブやってしまいましたね。そう、もうよくそう見に行くけど、はい、もう本当にね急進派というか、そうですよね、どん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 大きなところでスタッフさんの数もめちゃめちゃいますよね。そうです、なんかスタッフはそれこそ先出してくれたパカが、はい、すごいスタッフを集めるのが好きで、いや本当極端なんです、48人ぐらいいますよね。なんでそんなの AKB みたいな48くくりにはしてないでしょ。今アクホロシのつもりで言ったアクホロシが47人だから、それは確かにそれ1人増やしちゃったらもう AKB なのよ。ちょっとどうしようかな、ちょっと危険杯ですが、はい、パーフィンでリーチ、え、リーチしました。そしてジュンさんからヒガザエルということでダンスの、ヒガザエルやばいでしょ、なんかもうやる流れ作られちゃってる、ね、みんな言い訳がうまいわって言われてますけど、ね、そしてハニマルさんこんばんはです、コメントいただきました、こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。はい、そうそう、だから本当にそこからきっかけにしてくれたのがね、今もずっと、うん、コロナ中は結構ねやっぱ大変だったと思いますけど、ね、コロナ中は結構、はい、ありがとうはってなるよ。そうだ、コロナ中はやっぱホールを借りたりした時に、うん、その感染対策とかダメですってなっちゃう、そうそう、感染対策ダメになっちゃって、うん、開催できずとかを2年かな、はい、1回ぐらいちょっとそういうことがあって、はい、なかなかねできなかったんですけど、はい、やばい、喋りながら捨て牌見れない、はい、よし捨て牌チャンス、じゃあちょっとくくいってもらっていい
いやいやいやクックリでいいね、クック。クック言うと多分マジャンができなくなる。クック言ってもらってっていいですか。お願いします。パーマスちょっと連絡して。でもどういうきっかけで漫才を始めたんですか。はい、なんかお笑いは多分見るのはちょっと好きぐらいで。はいはいはい。で、さっき言ったパカと、うん、一緒に人事の仕事をしていて、はいはいはい、で、まあ、2人とも関西弁で、うん、掛け合いっぽくどうしてもなるから、うんうん、その学生とかがあとおもろいと会社の説明会とかキャリアイベントとかを、まあ、その笑いが大きいってよりかは、うん、なんかガチャ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 ちょっと待ってくださいね、入ってきやすいのもあったかもしれないですね例えば説明書もちょっと待ってくださいねって言ってるからね。つなぎだから。ああ、えらいえらい。説明書も文字で書かれるより、うん、漫画で書いてあった方が読みやすかったりとかするじゃないですか。確かに、それはありますね。そういうので、なんかそのここだけ聞きどころだよっていうのもきちんとその立ててらっしゃったりもするでしょうし。うん、でしょうね。聞きやすかったんでしょうね。で、なんでそっちに振るんですか。わあ。にゃあ。びっくりした。なんですか。でなんかそのやっぱ珍しいから、はいはい、褒められるんですよね。学生がその面白いって、うんうん、で面白いってその言われた経験がないから、ああそうなんだ。調子乗っちゃって、はい、じゃあお笑いとかもできたらいいよねみたいな。本当じゃあ漫才師いつかなりたいぞというのはもうそれがきっかけなんですね。そうそうそう。子供の頃からクラスで笑いの人気者だったっていうキャラクターでも。でもないです、ね。全然ない。全然ないって言わせてごめんなさいね。なんか悲しい過去思い出しちゃったな。全然ないはちょっと言わせる必要なかったですね。さあ、センサーする。そうですか。出ないもんだ。あー、つも出ました。リズム赤。出た、赤。1000、2000は1500、2500です。あら、やら。1500。1500、2000。ここは1500。はい、1500です。あ、間違えた。2500。これで合ってます。あれ、私今合ってました。合ってましたよ、大丈夫ですよ。はい、500。はい。いやー、西村さんちなみに何だったんですか。あ、僕は数層でした。キューピン数層のシャボ待ちなんだけど、キューピン2枚すでに切れてたので、数層のみという、ちょっと愚形待ちでございました。愚形でもないけどね。さあ、トン、2曲。はい、トン2曲です。親が流れました。僕あの普段めっちゃ喋るんですよ、はい、あの麻雀以外あの24時間ライブやってらっしゃいますよね。そうなんですよ、24時間ラジオね、ラジオで、あのファンの方から酸素ボンベ の、はい、そのプレゼント。だいぶ命の危険にさらされてない。その使った酸素ボンベが次々置かれていったりしてますよね。どういうことやね。見たことない絵面で、なんじゃこりゃって。いや、1年目に、はいはい、途中で頭痛くなったんですよ。昼の12時から始めて、はい、酸欠や。夜の9時ぐらいに頭痛なって、やばいってなって、スタッフの人が買ってきてくれたの、酸素ボンベ、はいはい、これやったら24時間喋れるって分かったんで、すごいですよ。次の年からはあのクラファンで、はい、あのお金をちょっとあの支援いただいて、スポンサードじゃないですけど、でその酸素ボンベ支援してくれた人のには、うん、その酸素ボンベのところに名前を貼って、誰がくれた酸素ですっていうことを言いながら、なるほどね、吸って吸うっていうやり方ですね。その人を思って吸ってその人を思って吸うっていう。なんか分からんけどキモいな。ありがとう、たかし。言わんかったらあのキモいって誰も言ってなかった。今初めて言っちゃった。石村さんの感性ですよ。私全然キモくなかったです。なんかキモいな。あれ、え、一個でいいの。一個でいいですよ。はい、ちょっと西村さん、ちょっとね、特殊な感性の持ち主なので、すみません。なんでやろうな。なんでやろうな。何も言えねえ。北島康介以来の。みちるちゃんじゃ、みちるじゃないよ。違う、おろちじゃないよ、ちゃんでした。すみません。今ずっと何言ってんの。24時間やってるって、やばい人だっていうシンプルなコメント。オロチじゃないよのオロチさんは、はい、最初2年はスタッフ一緒にやってくれて、3年目もゲストで来てくれたり。ゲストで今日はマックスがここにいるから見に来てくださったんで、ありがとうございます。ありがとうございます。だからオルさんとかはめっちゃ喋るの知ってるから、今日はあいつ全然喋らんやんと思うと思う。そうやね。すごい静かやから。やっぱりこう手を組んでるここにね。そう。あと、まあ、おまけにすごいシングルタスクで、はいはいはい、おまけ分からんくなる。集中したいんですね、本当は。そう。だからなんかみんな喋りながらってすごいなって。だって東大卒やね。そうなんですよ。そうなんですよ。めちゃくちゃ賢だからもう。何学部だったんですか。
学部は経済。なんで遅れて兵が出たの今。経済学部なんて知らなかったですよ。あのこの世にそんなものがあるってことは。そうなんだ。だいぶ違う世界に生きてたかもしれない。何も知らなくて生きてきたから。はあ、何を勉強するところなの？経済やろな。経済やろな。おっと出ましたリーチ。親ですよね。親のリーチ。早いな。みんなあれを一枚。なんでアニメ声になるんそれ。地球のみんな、あれを1枚出してくれ。悟空やな。1枚出してくれ。なんで、なんで地球のみんな1枚ずつ集めるの。神ちゃん、あれを出せ。それじゃねえ。もはややぶちゃんになっちゃった。これじゃねえ。もはややぶちゃんになっちゃったって何。今のマジで、お前、お前余計喋んな、もう余計なこと。講師になんて気の利き方だ。一番意味分からんの、ヤムチャになっちゃった。なっちゃってない。絶対言わんでよ。分からんもな、ヤムチャは何やったろと思ったけど。どういう意味で言ったんですか、今。もう許したってくれ。黒井さん、歯折れてんだぞ、本当にもう。そんなこと言ったらんでくれ。シングルタスクの方って、ものすごい集中力があるイメージがあります。はい、確かにね、一個にね。集中、そうね。うん、そのずっと何容量が悪いだけかもしれないけど、いやそんな何をおっしゃる、その何かやりながら何かやるっていうのを癖にしなさいみたいなところにいたんですよ、うん、だからそのテレビ見ながらラジオ聞きながらも本読みながら仕事するみたいな、うーん、で結局一番仕事がおろそかになるんですよ。じゃあ早いな。ダメじゃねえか。しまったみたいな。今何が起こってたんですか、大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。チーがね、あのいなくなったっていうことは、チーがいなくなった。チーがいなくなった。チー行方不明。そんなことあります。だいぶミステリーです。なるほど、なるほど。今、東のターンですね。東のターンでございます。ね、東、面白いこと言ってよ。その国にダメでしょ。ここに誰が座ってもダメでしょ。あの西村さんには言ってたんですけど、うん、私その全然知らないのに、うん、とにかく東さんという人が素敵だと思ってるんですよ。いいじゃねえか。何がダメなんだこれ。なんでだろうって思ったんですけど、うん、今日話してみて、うん、多分上から来ないからだと思って、その自分が何者かはさておき、うん、とにかく相手の優位に立とうとしないじゃないですか。東さんって確かにそういう感じを受けたことがある。立たれちゃうとイラってたまるんですよ。それが全く。でも立つ人いる？あ、はい。逆にその、はい、あんま周りにいないからな。本当ですか、その本当ですかってのもなんですけど、そのいやだからものすごくここまでその何もかもに置いて俺が優位だろうがみたいな感じが受けないのは、うん、結構私にとっては珍しくて。そうか、じゃあなんか得した感じですね。 そうだね。その周りの人たちのおかげで。だからそのわざとじゃないっていうのがまたそれも天然もんでいいですよね。ただ今多分麻雀に集中してて、はい、おしゃべりを静かなだけなんで、うん、今この瞬間だからめちゃめちゃしゃべるってことですね。めっちゃうるさいから、はあ、そううるさいからって言いながらドレステようかな、そうね、ドレステの今世界線でとりあえず、うん、あつまーん、つつつつつつまーん。じゃあ、カップヌードルプロで言わんでそれ。リーチ、リーチつも、ドライチ、サンハン、2000オール。はい、やっぱ計算だもん、経済学やってたから。そうだ、経済学だからな。経済学で学ばんの。3000バックです。3000バックです、はい、お願いします。オロチさんから、東メモ、シングルタスクすぎてお札と硬貨を一緒に使えないらしい。使える。いや、マジオロチさんに適当なことしか言わへんから。でもオロチさんの言うことは絶対ノリが可愛いよな、アシスタントの。アシスタントのノリがなんか日焼けした金髪の大学生なんよな。すごい、でもどちらかというとその東さんってこういういじられキャラでいらっしゃるんですね。全然そんなイメージないけど、ツッコミをしてたのと、はい、あのライブ配信とかもしたんです、はい、一時期ライバーみたいなんで、はいはい、でなんか僕ツッコミやりますって言ってたら、はい、すごいこう
ボケてくれてたので、まあ、ツイッターでもボケツッコミ企画やったりとか、ライバーもそういうのやってたりとかしてたんで、多分ボケやすいやと思うんですよね。おおおこういうところですね、こうやって隙を見せて、かわいいと思わせて、こんな指の力ないきょみたいな形にして、シンプルにメンタルが入れてるわけです。シンプルに。シンプルに他のこと喋っててもわけわからんかっていう。OK! この2曲1本は。あります、はい、12! これどうですか ?12、左、左、次振ってください。これ僕は振るんですね。はい。7。12は7で、19だから、はい、ここスタートですね。いただきます。言われるがままに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 。じゃあ、諦めくらせていただきます。はい、黒いのさんの手の上で今。もう合ってんのか間違ってんのかもわからない、ね、ね、これ状況になって視聴者の皆さんもとにかく黒井くんの言うことを絶対とりあえずそうなんだろうというそうですねところですね。しゃべりは下手でもマージャンだけは任せてもうちょっと声悲しいことちっちゃい声言った最悪だ最悪だぜ何言うんだろう、はい、ドラマローマンです。おい、よし、これで今一番ラスに近いのはあ、西村さんです。ですね。実は踊りたいんじゃないか。西村さん。踊りたいとかあるの？いや、ないのよ。実はそのラスになると踊るっていうさっき言ったねのがあるんです。はい、で、ずっと踊ってるんですよ、西村さん。2回連続で。そう。3月は私のダンスで終わってるんで。その直前ダンス公演やってて。そうなんですよ。踊りたくてしょうがない人みたいになっちゃってる。そうなんですよ。だからちょっとね。全然動けないんだから俺なんて。でもだんだん上手くなるでしょ。何回も踊ってると。やっぱダンス公演やってるうちにちょっと自分ってこういう動きできるんだなっていうのは感じたけど、うん、踊りたくはない。そう。あれ、ダンス公演をきっかけに踊りにハマるとか一切なかったですね。じゅんさんから、はい、今週も西ザイル言い方の脚色はあなた次第でしょ、それ。今週も西ザイルっていうコメントいただいてます。そんな性格悪い人でもないと思います、じゅんさん。あ、てかコメントにはね、そのトーン入ってないもんね。入ってない、入ってない。口を尖らせて言ってくださいとは書いてない。はにまるさんから、西村さん頑張れ読み方に悪意があるのよ。西村さん頑張れっていうコメントいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、変な読み方になっちゃってですか、その自分だけいいやつみたいになってちょっとどう思います。まあちょっと脚色が好きなんですよ。私の仲間は北千住にいない、ね、ここじゃなかった。私の居場所はここじゃなかった。あ、今日もゴミを拾って帰ろう拾ったことないくせに。なんだその言いがかり。拾ったことないくせにという言いがかり。東 VS 西。あ、そうか、今確かに俺とマックスが多分ちょっと減ってるかな、点数。1回上がってますね。1回上がってるから。親で上がってますもんね。からの、その後親でふあの多めに払って、1号、2号払ってますからね。3、4位ぐらいな感じじゃないですか、今。あ、じゃあまさにジュンさんの言う通り、東うそよ、なんて相撲の行政西うまいこと言うて。言ってません。名字でうまいこと。ありがとうございます。確かにうまいけど。なるほど。でもなんかあのパカ君がね、だから僕の舞台によく出てもらってるんですけど、はい、パカ君はパカ君でなんかキャラクターがあのいろんな当てはめ方ができるというか、はい、っていうパカ君と、うん、俺の中でマックスのイメージはもうマックスなのよね。だから強いこと何にでもなれるこのパカ君っていうすごい僕はいいコンビネーションだなと思って。だから役者でいうとキムタクってことですよね。半分悪口やしな、君たちの。なんでですか？どのドラマでも同じっていうことでしょ、それ。なんでですか？ちょっと待ってくださいよ。よくキムタクが揶揄される時の表現。ちょっと待ってくださいよ。ちょっといいですか、ね、はい。ちょっとすみません。シングルタスクで。シングルタスク、ごめんなさい。もうそんな局面？あー、メイカイウェイ。お前な、言うな。言うな。今、なんておっしゃってたの？メイカイウェイって言ってた。そんなの言わせてくださいよ、だって。かよかったんですよね。本番終わってからにし。メイカイウェイだったら言っちゃいますよ、人は。本番中は言わないのよ。メイカイウェイだから。メイカイウェイの隠すのよ、本番中は。そう？普通や、それは。まあ、確かにそうでしょうな。あ、リーチ来た！はい、リーチが入りました。発声アランツまでお願いします。うわー！どうする？黒井くんが舞台で。はい。あ、メイカイウェイって言いながらセリフ言ってたら。銀次で。新宿銀次。ぶち越しや。ごめん、聞き取れなかった。
新宿銀次でいいんですよね。新宿銀次をぶち壊しになります。あ、ぶち壊しやっつったんだから今俺三越やって聞いて場所のことを言ってんのかなと。三越でもなかったし突然百貨店の名前言われましたけど三鷹やったしな、ね、日本橋と銀座でやってどっちかなってなるやつですよね。もう三層の現物で良きということですな、はい、あるあるすいませんすいませんやばい、強烈な子とか言ってもらったのにこっちの子しか言わない。そうだよ、ブレんだよ。はい、ミスった。早くマージャン終わってきて。マージャン終わりも喋れんのに。早く終わってくれ、マージャン。うちくださいよ。あれ、ミュージシャンになろうとは思わなかったんですか。もうさ、ボケになって。ボケじゃないよ、質問するやつが。なんでですか。困るやろ、こんな漫才でボケやってる人にボケまして。思ったか思わなかったかも言いたくだから。正当な質問にボケで返すとか。ボケじゃないよ。どうだったのかなと思ったのよ。全部ボケ。ないですね。そんなにというか、うん、でもなんか中学生ぐらいの時にカラオケ好きで、はい、王行った時とかはなんか歌手とかになって。おお、あ、そうだよ。ほんま一瞬だって歌が上手いわけじゃないから。えっ、まあ、おな、おロンポ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 ンロンロンポン。おー、やばい。東さん、ロンです。高くあれドラ4。うわっ、黒井くんにダンスが近づきました。が、もう発生は95。ちょっと待って、今止めてたのすごくないですか。マジ。そうです、来ててこれで止めてたのやばくないですか。めちゃくちゃ偉い。だからなんか降りて嫌やなと思って上がりたくて上がるやつなのに降りて嫌やなと思っとって。すげえな。3万3層で小栗さん、マジで何をなんか私がいるからリャンハン縛りで皆さんとか言ってたくせにシャー止めてるやん。シャー止めました。すげえプロみたい。シャー、はい、これで9500円。はい、あ、そっか、今1本前1500円入ってました。はい、じゃあ親が回ります。やばい、ダントツじゃないですか。やばいな、すごい。あと、あ、いけるか、頑張れば頑張ればお、あの、そんなそばですよ。トントンいけるね。新宿は伊勢丹ですね、一応参加です。ありがとう、素晴らしい。そうですね、いいコメント拾ってくれた。そしてクロザイルの可能性がフフフということで。いやー、クロイさんはだってダンスどうなんですか。あの、結構踊れます。じゃ あんま自分で言わない方が。ちょっと待って、ちょっと待って。それ相当踊れないかんのよ、そういうの。私たちね、あの、JO1 とかの基準にしてますから。そこまでいくと、そこでは無理ですよ。絶対それレベルじゃない人踊れますって言ったらあかんの。だけど、あの、踊り手レベルなら全然踊れます。おぉ、にわかに新宿の時。あんま罰ゲームにならないんですけど、ブレるからやってもらって。じゃあ、あれですね、クロさん、絵描いてもらいましょうか。なんか。クロさんって何が苦手なんですか。絵です。え、苦手なんですか。マジで絵ダメです。よし、じゃあちょっと長編漫画でも描いてもらおうか。長編漫画、結構長期にわたる罰ゲーム。9。10。はい。今、経済学の。経済がちょっと手ね、ね、対応してこうか。やってた。はい、ドラは3品でーす。いや、本当でも、はい、あの、小さい頃絵画教室みたいな感じで通わせてもらったことあるんですよ。すげえゴニョゴニョ言ってるけど大丈夫ですか。あの、小さい頃にあの絵画教室みたいなところに通わせてもらったことはあるんですよ。いいですね。だけど、はい、あの、今はもう全然なんかもうダメで一切絵描いてません。絵画教室なんて逆に通ったことないですけどね。いい経験させてもらってるんで。本当ですね。もうすごい、だから小さい頃あのいい経験をさせていただいてるんですけど、うん、それで身になってるのがほぼほぼないっていう、ちょっと悲しい状況ですね。まあちっちゃい頃の習い事は確かにそんなもんですよね、うん、なんか習い事やってたんですか。ピアノは習ってましたけど。じゃあ生きてるじゃないですか。全然弾けないです。あ、でも斉藤には弾けるんですか。全然。あ、エリーには多分楽譜読めないから。拾います。ミュージシャンで桑田佳祐も次ですよ、僕。楽譜読めない。騙されちゃダメですよ。ピアノめちゃめちゃ弾きますから。弾くか。何そう、だからめちゃくちゃ弾けないとそれマジでダメなんだよ。いや確かに私、ピアノ講師の免許持ってるんです。でも、それ西村さんに、小栗さんは下手だからもう言わない方がいいよって言われた。小栗さん、あの、それも言わない方がいいです。小栗さん、ダメです。言わない方がいいですわ。そうなんです。で、本当、うん、ギターと同じぐらいなんですよ。弾けるのが。それは確かに言わない方がいい。すっごいヨレヨレのリズムの、あの、戦場のメリークリスマスのあの曲を。
ちょっと聞かしたいわみんなに。すっごいヨレヨレのあの生きがったトトロの曲とか。チャ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 ンみたいなやつ。ああれか。チャ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 ンをドヤ顔で弾くっていうのがそのディスク。なんだっけ、メリークリスマス、ミスターローレンスだっけ。それは戦場のメリークリスマス。今のその曲じゃない。テレレレレレの。違う曲頭の中に。そう、それです。ウィンドフォレストっていう。この間だからさ、坂本龍一さんが亡くなられたじゃないですか。その時にバリバリテレビでさ、追悼でライディーンが流れてて、坂本龍一作曲じゃねえよっていう、高橋幸宏作曲なのにっていうのがちょっとね、話題になってましたよね。で、俺がその話題を小栗さんに、あの戦場のメリークリスマス流せばいいのにさ、あの曲タイトル違いますからって冷たく返されるんですよ。あれ自体があのメリークリスマスミスターローレンスなんで それを戦場のメリークリスマスっていう人もどうかと思いますよって言ったら、結局俺も坂本龍一にわかだったっていう。って言ったらお静かにならねえって。だから素人の番組。そうなんですよ。さっきまでどうやるやつが嫌だって話を散々自分がしてて、私が結構どうやるたちだったと思って。なんか削り合いがすごいですよね、トークで。そうなんですよ。なんか入ったらもう負けそうな気がして、それでかな、打ち上げで酒が進むの。やけな、ここでたまるのね。メガハイボールをやけに飲んでるもんな、もう。ねえ、いつもじゃないの。まあいつもやな。いろいろでございます。そして時間は刻一刻と過ぎ、この曲が終わりきれるのか。いや、いけるんじゃないですか。いけると思いますけどね。おりゃ、じゃあまずはどうしたら分かんないの、西村さんがあの、うん、役メンツを一つ落としてるんですよ。そうなんですよ。これに関してはね、恨めったと言わざるを得ないですね。私チーピン切ってからの、チーピン切ってしたらウーピン切ったらローピン来たみたいな。ああ。しかも赤ウーピン、そう、赤だとこれあの泣いた瞬間もう速攻で略がくらんで。そうだね、うんうん、まあ、ただもう勝手に黒井くんがね今へこんでくれてるんで、点数ありがたいことに、ありがたい、やったねえねえ、へこみやめろ、もう頭になってるんだ。黒いだった、ごめんへこみかと思った。これ1位がへこめるのやられた。文字数しか合ってない、ごめん、あ、黒いだった、ごめんへこみかと思った。へこみ、すいません怖い。誰がへこみやろ。やだー、へこみ。2000は2000。2000は2000。はい、へこみ。へこみいける。いや、いけます、もういけるやつ。まあ、総裁局で終わりかな。え、はい、それに今へこみ払って、へこみを定着しちゃってんじゃないか。え、どうなりました。私今26000。私19000ちょい。あ、じゃあ、へこむらじゃん。僕は2万、へこむら。そう、2万ある。2万あります。やばっ。ってことは、3万2000万。うわ、やばい。え、3万3000。ねえねえ、2万点ちょうだい。何やそれ。東。3万2500かな、東さんは。ちょっと待ってくれ、結局俺じゃねえか、じゃあ。踊りたがりなんだから。ここ。え、でも2万あるでしょ。何、今、鶏の真似。1万9000ですよね。1万9000ちょっと、400ぐらいですよ、ね、2万あるんでしょ、はい、だから僕も2万ちょいしかなくて。へこみどいどいどい。さっき8000点払ったけど、そんなもんか。ほい、サイコロ今どこにあります。ここにあります。ほい、じゃあへこむらさん。やばい、へこむらだ。おろちさん、とうとう出るか、東のつばめ返し、はい、出ますか。もう煽りやから。本当よ、おろちさん、バーナー煽りやから。みんな、今度あれですよ、はい、あの東さんとパカさんの漫才練習中のライブがあるじゃないですか、はい、みんなで行きますので、ちょっと ありがとうございます。ぜひ行かせていただきます。オロチさんにもお礼を直接。あの時はごめんと、あらどうしたっつそんなキャラなんて。ちょんちょんですね、今。はい、よいしょ。じゃあちょっと急ピッチですが、はい、そうですね。ありがとうございます。すいません、失礼しました。ありがとうございます。だから数層だった。いいよ、取り直して。いやいや、取り直すって何。鼻、豚ちょっとごめんなさい。どうした、本当にどういうこと。ただの罵声じゃねえか。ごめんなさい、ちょっと待って、私、普段そんなこと言わない。豚だったって。ごめんね、ごめん、炎上しろ。すげえ、ちょっと困惑しちゃった、今。小栗ゆかだけが炎上しろ。違う、フォローが足りないと思います。確かにフォローが足りない。あんなフォローできない。反省しよう、僕も。そうですよ、一番反省してください。大栗さん、なんで僕一番。一番ではないでしょ、3番目でしょ。一
段は違うと思う。やっとエンジンかかってきましたよ。もう番組終わるわ。そうですよね。そうですね。スロースターターで。そうね。あ、漫才楽しみにしてますってジュンさんからコメントいただきました。すごい。ツイッターでそのカウントダウンをしてらっしゃるのも、ちょっとワクワクしながら毎日拝見してます。ありがとうございます。うん、もうカウントダウン自分らでするたんびに、うん、あ、もうライブ近いのに準備どうしようって。そうやな、俺も一人芝居もう1ヶ月半後ですけど、何にも決まってないかな。そうやな、私もなんかあるかな。無理せんでええな。あるかな。無理せんで。なかったな。いやー、うわっ、さあ。やりたい。え、どうしました？僕もなんかそういうのやりたいなと思って。ね、ああ、そういうお芝居でも今回感触良かったんだもんね、やってみて。そうですね。やっぱりありがたいことにちょっといろんな方から、うん、あの評価はいただきまして。素晴らしいじゃないですか。あのこの前にあのここにも出ていただきましたベニハさんからもあの手放しで褒めていただきました。あ、よかったです。あ、俺も良かったですよ。黒い子は本当にあの。キャラクターがやっぱね、はい、探してもなかなかいないからね、こういう人は。そうですね、見た目の説得力とか、ね、あるある。うわー、なにゃー吐くね、昨日飲みすぎたんかオールしてきたんか。違います、今ウーピンが2つ重なってしててるもんですから。なるほどね。カナピーと思って。カナピーノリピー以来やる。カナピー、カナピーって、おーやばい、おーやー。今戦士っていう意味でね、そのボーリーとしてその何ですか、シャツでも捨てるんじゃ、あ、飛んでした。さあ、時間が刻一刻と迫っております。じゃあ東さん、告知ありましたらお願いします。おい、ここでもあるから、ちゃんと大丈夫だから。ないよ、無理だよ、出てますから。無理だよ、大丈夫、このペースだったら。無理だよ。どんな雑なやつらだよ、もうこの番組自体。売ってますね、どこで何やるかだけ。ちょっと待って。でもお高いんでしょ。そこ振りがな、プレッシャーがすごいよね。振りが受けたらダメだからね、絶対受けませんよ。もう全部の笑いの定説を逆でやってる。あのグッズを作ったっていう話をツイッターで見かけてますけど。あ、そうなんですよ。今回どんなグッズで、何やったっけな、コーヒーカップのやつですよね。え、コーヒー、コーヒー、はい、あ、そうなんや。コーヒーをブレンド、はい、なんかコーヒー屋さん、はい、パカがよく行く仲良くしてもらってる、はい、コーヒー屋さんに、うん、一応今回用のブレンドを作ってもらった。東ブレンド、そう、パカブレンド、そうやってのそれぞれあるっていう風に。ブレンドコーヒーの、じゃあ豆、そうそうそう、あ、粉でもうあのお湯入れるだけで、うん、なるようになってのこれ。インスタントのね、そう、なってるやつ、こういうのに削ったパカ君と削った東のこの何ていうんですか。入ってない。わあ、リーチだな、もう。うわー、リーチか。うわー、そして番組終わりまで。これはまだ大丈夫です。本当に。うん、これで、あのね、シロさんが上がったら僕の負けです。そうです。現物だ。その登場。うわー、現物。行くしかない。うん、僕は行くしかないんだよ。アルチさんから合法かなっていう、合法、合法ですね。なんだ今の反応は。ほい、とりあえずねちゃん、ダンスの時間は残るかしら。ダンスは終わってから。あ、そう、ダンスは終わってからですね。はいはいはい。何であれしたの？ちょっと待って。いやちょっと待って。うへーパーピン。ほい。ほい。はっはー。いや、いいやもう。はい、ご。というわけで、はい、ま、計算は後ほどしますが、リーチですね。黒井先生が、はい、リーチでドラが1個乗って、ちゃんた。はい、リーチ、ドラ1、ちゃんた。ということでございます。うそやー、やりましょう。では、皆様お席に、席にはございません。皆さん、こちら立って。あ、こちら、はい、あ、そうですね、はい、というわけで、今回の再会は初じゃない、黒井先生ということで、はい、後ほどですね、番組の公式ツイッターに黒井くんのダンスの動画が上がります、はい、というわけで、今日はねすっごいらしいんですよね、なんか楽しみね、楽しみ、ね、楽しみ、僕、共犯者だっていいのかな。あ、いいですよね、すいません、初対面なんですけど。さあ、もう迫ってまいりました漫才練習中の単独ライブがあるということで、はい、告知の方ぜひお願いします。ありがとうございます。4月22日土曜日の14時からですね、あの目黒にある目黒中小企業センターホールというところで、僕らアマチュア漫才師5年目の漫才練習中なんですけど、
けれども、単独ライブやりますので、今日よりはたくさん喋ります。今日以上に黙られたら困る。今日よりは喋るので、もしよかったら遊びに来ていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。チケットなどはじゃあ東ゆうやのひらがなで検索すると出てきますね。はい、ツイッターでできますので、そちらの固定ツイートにありますので、よかったら。ぜひ見に来てください。ぜひリンクの方飛んでいただければと思います。我々もちょっと見に行きますんでね。ありがとうございます。楽しみにしております。はい、ということで次回はまた2週間後の第4金曜日19時からなんですが、ゲストの方が、はい、はい、もう決まってるということで。あの一休みの、みですね、川村美希さんにお越しいただきます。お楽しみに。はい、ついに一休み、はい、もう全員だね。そうですね。次回来ていただいたら3人揃うということで、はい、いずれね、さらに3人に来てもらってみたいなのもちょっとね、考えておりますんで、はい、皆さん告知は大丈夫ですか？僕は大丈夫です、はい、毎日 YouTube 更新してます、ぜひご覧ください。はい、弾き語りの方もね、やっておりますので、僕も一人芝居が6月の2から4で行いますので、はい、よかったら池袋の木星劇場遊びに来ていただけたらと思います。というわけで今回のゲストは漫才練習中の東ゆうやさんに来ていただきました。ありがとうございました。ということでまた2週間後の金曜日お会いしましょう。またねー。